ラクダ騎兵、ラクダ騎兵とは、騎兵の一種。通常の騎兵が馬に騎乗して、戦闘を行うのに対し、ラクダ、ラクダに騎乗して戦う点が、特徴的である。ラクダ騎兵の長所としては、他の騎兵の長所に付け加えて、まず何と言っても、灼熱の砂漠における移動が、即約、かつ安全に行える点がある。次に、クダの大衆を、 馬や象は苦手とするために敵の騎兵や戦象が混乱するという点もある。また、ラクダの背は馬よりもかなり高いためにその分高い位置から攻撃を行えるという点がある。そのため細長い剣や槍が使用された。他にもラクダは馬に比べてより重い重量の荷物に耐えられるため、二人乗りや物資の輸送も同時に行えるという点も長所である。 短所としては、小回りが効かない上に、ラクダは、比較的気性が荒い動物なので熟練したもので、ないと操れないという点。背が高いがゆえに一度ラクダから降りると、再び起乗することが困難なために、竜騎兵のうな運用が難しい点、乾燥地以外ではあまり役に立たない点などがある。ラクダに起乗した戦士の正確な起源は定かではない。というのも家畜化された時期は、 馬が紀元前4000年頃なのに対し、ラクダは紀元前2500年頃とずっと遅いが、馬とは違い品種改良する以前から、現在の体格だった上に積載量も馬より優れていたため、起乗してその上戦場を駆け回り戦うという発想は馬よりも早くに芽生えていたかもしれないからである。いずれにせよ、ニネベで発掘された紀元前7世紀のアッシリア王。 アッシュールバニパルの宮殿跡のレリーフからは、上相手に率いられたアラビア人がラクダに騎乗してアッシリアの騎兵や不評を取っている場面があり、少なくともこの頃からアラビアや西アジアにはそうした戦法が知られていたことがわかる。また、紀元前6世紀にもアケメネスアサペルシアの将軍、ハルパゴスがリュディア軍との戦においてラクダに騎乗した騎兵を編成し、それが勝利に貢献している。 農耕による生産が望めない砂漠地帯。特にメソポタミアの時代からでも肥沃な三日、ガツ地帯から外れていたアラビアでは、商業が生活の主軸であり、大規模な対象を組んで砂漠を何度も往復することに、なが、砂漠という過酷な環境では、その運搬する商品が生死に直結しており、それを狙う略奪者も常に対象を狙っており、対象の方も、 防衛のために日常的に武装してラクダに騎乗し、強い戦士であることが望まれ両者は日々鍛えられていた。従って砂漠における対象も略奪者も制度化された、訓練を受けてなくとも優れた戦士であり、ラクダ機兵もこうした武装した対象や略奪者が、召されるのが、元となっており、ラクダ機兵という兵士を制度化して、育成、運用することはあまりなされることはなかった。 紀元後のから7世紀から、サハラ砂漠の砂漠化の加速によって環境が変化し、それまで馬を使用な家畜都市オリーブ栽培を主とする農耕も行っていた北アフリカ一帯の住民は生活様式のあり方を根本抱え、より砂漠に順応した生活様式を形成することが課題となった。そこで農業中心から商業を中心とした生活様式へと移り、 同時に大規模な対象のために砂漠をより安全かつ迅速に移動できる楽をアラビアから持ち込み盛んに利用するようになった。こうした北アフリカの住民の中でも特に強大だったのがベルベル人の中でもトゥアレグ族でサハラ砂漠における通称はほぼすべて彼らが牛耳いると言っても過言ではなかった。アラビアでの場合と同じくトゥアレグ族も ラクダを利用した砂漠での戦いに精通した戦士であり、欧米列強の植民地が進んだ18、19期に至っても依然として北アフリカで力を振るっていた。また、現代に至っても中東及び北アフリカの諸国では、砂漠地帯の警備などのために正規軍としてラクダ機兵が組織されることもあった。軽装のラクダ機兵の長所は、 その砂漠での機動力を生かしたゲリラ戦である。灼熱の砂漠の向こうから突然出現し、弓や投げ槍、銃によって奇襲を行い、敵の追撃が始まる前に、追撃の困難な砂漠に逃げ、もしくはあえて追撃させて砂漠に敵をおびき出し、そこで壊滅させるといった戦法である。これには前述したアッシリアと戦ったアラビアのラクダ機兵がいるが、この場合は、 アッシリア側の多少の古城もあるだろうが、打ちまかされている。盾も持っていない腰布だけつけた、アラビア人は、二人一組で、これまた何もつけていないラクダに起乗していて、カズトが、騎手、もう一人は伊手を担当しているが、カブトと鎧を装備した、アッシリアの騎兵に追いつかれ弓や槍によって、仕留められている。他にも、ローマと戦った、セレーコスアサ、シリアでも、 また十字軍の遠征に対しても、ラクダ騎兵は戦っており、いずれのラクダ騎兵もその多くが砂漠での生活に、長じた、アラビア人が一コブラクダに起乗し騎乗式兵であり、彼らは重装備で、機動力に劣るレギオンや騎士を砂漠での戦いで、打ち破っている。一コブラクダ以外にも、二コブラクダや、この二種を掛け合わせた種類のラクダも用いられた。近代においてもヨーロッパ列強による、 植民地下に対して北アフリカや西アジアの砂漠地帯の住民はラクダに騎乗し銃を装備しゲリラ戦を行っている。重装のラクダ騎兵にはローマ帝国と戦ったパルミラのラクダ騎兵がおり、これは騎手と共にラクダにも装甲を施したカタフラクトであったが重装であるがゆえに機動性は大きく失われる。この場合は武器は 槍や細長い剣が主であり、馬に騎乗した他のカタフラクトを援護する戦い方が、主だった。こうした、パルミラのカタフラクトによる突撃は、不評主体のレギオンを苦しめ、ローマ軍はこれへの対策としてマキビシを使用した。砂漠にあって目立たないマキビシは、カタフラクト、特に足の裏の広いラクダには、効果的であり、突撃による威力を大幅に削ぐことができた。チンギスハーン。 およびその後継者たちの率いたモンゴル帝国の軍隊では、太鼓奏者はラクダに太鼓を乗せて、騎乗で攻撃の指揮を伝えている。太鼓奏者が太鼓を打ち鳴らし合図を送ると、弓騎兵たちが一斉に火のついた矢を敵に放ち追撃した。また、656年イスラム帝国四代目カリフのアリーとバスラで開戦したムハンマドの未亡人アーイ社は、 その際に戦場をよく見渡せるラクダに騎乗して、軍隊を指揮したとされる。そのためこの戦いは、ラクダの戦いとも呼ばれる。近代以前のアラブ人は戦争の際は、ラクダ騎兵でなくとも裕福なものは一人に二頭、そうでないものでも三人に対して二頭のラクダを連れて、戦場に赴いた。ラクダ以外にも、ロバや車も用いられはしたが、地形の制約から、ラクダの使用が、 圧倒的だった。ラクダには単に戦闘に必要な装備を運ぶだけでなく、医者や負傷者を運ぶ役割もあり、多くのバーアラブ人は敵よりも早い行軍が可能であった。ラクダ騎兵は自動車が発達した現代でも砂漠地帯のパトロールなどに利用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。